連弾？確か二人で一台のピアノを弾くやつよね。それをマキとリコの二人でやることになったの？ええ、もともとリコの発表会だったんだけど、二人で一緒に弾いてみたいって声をかけてくれて、せっかくの機会だから本番前に二人で練習もしっかりしようって話してるのよ。素敵じゃない。二人なら息が合った演奏になりそうね。私も見に行っていい？もちろん。リコと一緒ならどんな充実した発表会になるだろうって思ってるのよ。ちゃんと私たちのこと見に来てよね。マキとリコの連弾か。マキの嬉しそうな顔に私まで嬉しくなっちゃう。それにしてもかすみったら遅いわね。あまり遅いと一緒にプレゼント買えなくなっちゃうわ。メイ先輩、お待たせしました。かすみ、どうしたのそのパン。やだな、エリ先輩ったら。これがマキちゃんへのプレゼントですってば。パンの差し入れをするのね。いいかもしれない。もう食べちゃってるじゃない。これは私の分です。ちゃんとマキちゃんの分は用意してありますよ。雑誌にも載ってる大人気のパン屋さんで買ってきたんです。行列に並ぶこと2時間、ようやく手に入れた極上のパンなんですよ。そんなに人気なの？さすがかすみ、流行に敏感なのね。それにかすみんなら一度食べたパンを自分でも作れちゃうと思って。流行に敏感なだけじゃなくて勉強熱心でもあるんです。パンでお腹がいっぱいにならなかった時のために駄菓子の詰め合わせも買ってありますから、安心してくださいね。駄菓子？それはどうかしら。リコ先輩へのプレゼントはヨシコちゃんとカリン先輩が選ぶんですよね。カスミンの二人より素敵なプレゼントをあげるんですから、ありきたりなものじゃ勝てないんです。プレゼントの中身で競う必要はないと思うけれど、でも素敵なプレゼントを選びたいのは私も同じ気持ちよ。私には見えるんです。ピアノを弾き終わってお腹が空いちゃったマキちゃんが。ピアノを弾いたらお腹が空いちゃったわ。こんな時におしゃれなパンが手元にあればいいのに。で、嘆くマキちゃんの姿が。そうなの？私には全然見えてこないけれど、確かに終わった後は少しお腹が空いているかもしれないわね。かすみの熱意には負けるわ。きっとマキもパンの差し入れを喜んでくれるはず。やった、これでプレゼント選びは完璧ですね。あ、でももしよかったら食べ物以外のプレゼントもしたいわ。いいかしら。私ならパンだけで最高ですけど、最高に最高の上乗せをするってことですね。エリ先輩ってそういうところ意外と抜け目ないですね。カスミも見習わなくっちゃ。抜け目ないって、別に大はないのよ。食べ物以外のプレゼントもあれば華やかになるかなと思って。そう言われてみると確かに、その方がマキちゃんも喜びそうですね。もう一つのプレゼント探しに行きましょう。ありがとう、かすみ。マキちゃんに絶対喜んでもらえるようなプレゼントを選びますよ。幸せ。おいしいパンは幸せの味がしますよね。ガスミったら可
顔にパンくずついてるわよ。取ってあげる。エリ先輩優しい。でもね、かすみ、今から言うことを聞いてくれる？どうしたんですか？かすみの可愛さには負けるけど、真面目な表情のエリ先輩って綺麗ですね。ありがとう。恥ずかしいわ。じゃなくて、今私たちは大切な目的を見失いそうになっているのよ。分かってますよ。マキちゃんへのプレゼントを選ぶことでしょ。もうそろそろ会場に向かいたいの。パンを食べてる場合じゃ。ふっふっふ。カスミンがただパンを幸せそうに食べてるだけに見えますか。見えるけれど、限られた時間で最高のプレゼントを選ぶ、カスミンはピンチにも強い最高のスクールアイドルなんですよ。ついてきてください、エリ先輩。ダッシュで行きますよ。カスミ、どこに行くの？すごく綺麗なお花。今朝パン屋さんに行くときに素敵なお花屋さんを見つけたんです。フランスの街角って感じのおしゃれなお花屋さんだなって。マキちゃんもおしゃれさんだし似合いそうですよね。私も自分ならお花をもらったら嬉しいと思っていたの。ありがとう、かすみ。マキに似合うお花を見つけましょう。お花はプレゼントの定番って感じですけど、ここはお花を選ぶセンスで勝負です。綺麗なお花で迷ってしまうわ。マーガレットとかひまわりも可愛らしい花束になりそうだし、ラナンキュラスやバラも華やかでいいわよね。エリ先輩ってお花にも詳しいんだ。私も何か見つけなくちゃ。あ、これエリ先輩、カスミン的にはカスミゾウがいいと思います。お花の説明文はメインの花を引き立てる名脇役。引き立て役かーい。お、何か言った？いいえ、何も言ってないです。マキにぴったりな花束を作ってもらいたいけれど選びきれないわ。エリ先輩が困ってるみたい。ここはカスミの腕の見せ所です。マキちゃんってクールなお嬢様っていうイメージですけど、意外とロマンチストですよね。だから花言葉とか、あ、誕生日ごとに決まったお花がありますよね。あれとかどうですか？誕生花ね、素敵だわ。それでお願いしましょう。マキちゃんの誕生花、ラークスパーって言うんですね。言われてみるとマキちゃんっぽい気がします。ええ、涼しげですごく素敵。かすみのおかげでとても素敵な花束が用意できたわね。頑張っちゃいました。このまま会場までレッツゴーですよ。ええ、発表会が楽しみね。マキとリリーの連弾発表会。そうなの、マキちゃんと一緒に弾けるなんて嬉しくて。連弾というのは、その魔の銃弾が連続して放たれるというあれのこと？うん、連弾っていうのは一台のピアノを二人で弾くことなの。よしこちゃんも聴きに来てくれたら嬉しいな。おお、そっちの連弾ね。当然よ、ヨハネがリトルデーモンリリーの成長を見守ってあげる。だからまたリリーって。
リトルデーモンリリーの記念すべき発表会。今日はヨハネがしっかりリリーを応援してあげなくちゃ。マト東京に足を踏み入れるのは恐ろしいけど、カリンが手伝ってくれるって言ってたし大丈夫よね。でも待ち合わせの場所にカリンが来ないのって嫌な予感。探しても探してもカリンが見つからない。ヨハネったら、マト東京の罠にはめられたんだわ。ああ、見つけたわ。ヨシコちゃん、待ち合わせ場所でずっと待ってたのよ。寝坊したなら、一言連絡くれたらいいのに。違う、寝坊じゃないの。マト東京のせいなの。マトって…的のこと？それより早くリコちゃんへのプレゼントを探しましょう。マキへのプレゼントはエリとカスミが用意するんでしょ。悪いけどエリとカスミには勝たせてもらうから。プレゼントに勝負も何もないと思うけど、ヨシコちゃんはリコちゃんにプレゼントしたいものある？リリーにはお花をあげたいの。ピアノの発表会ってそういうものでしょ。なるほど、そう言われてみればそうかも。じゃあ私の行きつけのフラワーショップがあるから一緒に行きましょう。行きつけのフラワーショップ、なんだか大人な響き。どう？ブーケが必要な時はいつもここでお願いしてるの。すごっ、こんな素敵なお花屋さん初めてかも。ヨシコちゃんはどんなお花をあげるかイメージは決まってるの？もちろん、リトルデーモンリリーのイメージにぴったりなのはこの花よ。どれどれ。だって黒い百合の花。リリーの澄んだ肌には漆黒の百合が似合うと思ってたの。ピアノの練習を重ねてきたリリーが今日の発表会で花を咲かせるの。漆黒の百合でリリーをお祝いしましょう。私だったらシンクのバラの方が嬉しいけど、ヨシコちゃんが言うならきっとそうなのね。リコちゃんへのプレゼントも見つかったし安心して会場に行けそうね。待っててリリー、今行くからね。ギラン、漆黒の翼を得た今、ヨハネが恐れるものは何もないわ。素敵なブーケが用意できてよかったわね。リコちゃんもきっと喜ぶと思うわ。でも、リコちゃんって黒い百合が似合う感じだったかしら。クッククッ、リリーは古の名役を交わしたしもべなのよ。リトルデーモンリリーが喜ばないわけないじゃない。しもべ？よくわからないけど、二人は仲がいいのね。まだちょっと時間はあるけど、早めに会場に向かいましょうか。会場の地図はヨシコちゃんが持ってるのよね。持ってる持ってるけど、こんな複雑なマト東京の地図ヨハネには読み解けないの。地図を見せてくれる？ほんと駅からずいぶん遠そうね。私も地図を読むのは苦手なのよね。逆方向に行っちゃったりするし。カリンの力をもってしてもマト東京は攻略不可能なの。どうしよう、ヨハネたちこのままじゃ会場にたどり着けないわ。ヨハネはこのままマトの荒波に飲み込まれて沈んじゃうだわ。
バカバカ。先輩なんだし、よしこちゃんが不安にならないように私が先導してあげなくちゃ。よしこちゃん、私に任せなさい。心配いらないわ、私たちは絶対会場にたどり着けるから。わあ、さすがカリン。漆黒の翼を得た私たちなら魔と東京だって乗り越えられるのね。大船に乗ったつもりで私についていらっしゃい。こっちに会場があるのね、カリン。違ったみたい。一本隣の道だったのかもしれないわ。そうなのね。じゃあさっきの交差点に戻りましょう。店内に会場があるわけじゃないわよね。おかしいわね。地図、上下が逆だったんじゃない？なるほど。こっちが北だとしたら、歩いてきた道を遡ったらいいのね。ヨハネに解けない謎はない。嘘でしょ？都心にこんなオアシスがあったのね。すごいわ。ヨハネのリトルデーモンにしてあげてもいいわよ。じゃなくて、会場に向かって歩いてるのに全然会場に着かないじゃない。困ったわ。発表会までに間に合うといいのだけど。もうどこにいるのよ、リリー。リリーってば、どこに行っちゃったのよ。はあ、ここってどの辺なのかしら。地図を見ても全然わからなくなっちゃったわ。よしこちゃん、本当にごめんなさい。私が自信満々に道に迷ったりしたせいで。ううん、ヨハネだけでもやっぱりたどり着けなかったし、何もかもこの魔と東京がいけないの。もう二度とリリーには会えないんだわ。あれあれ、よしこちゃん、道端で半泣きになってるなんて恥ずかしいですよ。その声は、かすみちゃん、エリちゃんも。ちょうどよかった。あなたたちもマキとリコの発表会に向かうところでしょ。私たち魔と東京の迷宮に迷い込んでしまって会場にたどり着けないの。エリとカスミも迷子になっちゃったの？え、私たちもあなたたちも迷子にはなっていないと思うけれど。もう二人ともちゃんと周りを見てくださいよ。ほら、後ろ。後ろ？会場ってここ？カリン、私たちもちゃんとたどり着けたわ。私たちちゃんと会場に向かって歩いていたのね。よかった、よしこちゃん、ありがとう。そんな抱き合って喜ぶほどのことじゃない気がしますけど。全員ちゃんと開演前に着いてよかったじゃない。すごく大変だったんだから、マットをさまよって
アルパカにも合うし。え、なんですそれ。適材適所ってことよね。本当にごめんなさい。それよりそれより、発表会の後で渡すプレゼントちゃんと用意しましたか？もちろん、リコちゃんのことをよくわかってるヨシコちゃんが選んでくれたのよ。ふーん、ヨシコちゃん変なプレゼントとか選んでないですよね。当然、リリーの喜ぶ最高のプレゼントを選んできたわ。そっちはどうなのよ。ヨシコちゃんの言う最高のプレゼントをはるかに超える、もっともっと最高のプレゼントを用意してますよ。こらこら、喧嘩しないの。一番大切なのは二人の発表会を見守ることでしょ。喧嘩じゃなくて、これは正式な勝負ですから、負けません。勝負って誰が判断するのやら。もう会場時間は過ぎてるわ。その話は後にして会場に入りましょう。はーい。みんな遅いね。もうすぐ来ると思うけど、一度戻って準備しましょう。なしで発表会を始めるなんて絶対ダメなんだからね。苦しいよヨシコちゃんってば。ここに来るまでに何かあったの？でもきっと来てくれると思って待ってたよ。来てくれてありがとう。よかったわねヨシコちゃん。ずいぶん遅かったわね。心配したんだから。ごめんなさい、もっと早く着くつもりだったのだけど。ふふ、責めるつもりはないわ。来てくれてありがとう。もうリリーに会えないんだって道端で泣いてましたよね。え？その話はやめて。ヨハネの涙はマトの迷宮に捨ててきたわ。開演も近いし、私たちは席に座って待ってるわね。うん、声は出さなくていいけど、応援よろしく。客席は全部埋まってるんだ。すごいわね。リコ先輩とマキちゃんの発表会がなければ、ここでカスミンがライブパフォーマンスしてあげるのにな。それはまた今度ね。開演が近いわ。今日の発表会が無事終わるように、私たちは心の中で応援しましょう。みんなが来てくれてよかったね、アキちゃん。うん。マキちゃん？あ、ごめんなさい。ちょっと緊張してたみたい。マキちゃんでも緊張することあるんだね。私を何だと思ってるのよ。もともとリコの発表会じゃない？私が出ることを期待してる人もいないだろうし、と思って。私も緊張で弾けなかったことがあったよ。その時はどうしたの？チカちゃんたちが応援してくれたから。いつも私のことを応援してくれるみんながいてくれたから。そうね、私のことを応援してくれるみんながいてくれるし、それに私に声をかけてくれたリコもいる。マキちゃん、短い間だったけど一緒に練習できて嬉しかった。せっかく練習してきたんだもの、しっかり成果を出しましょう。
ん、二人でしかできない連弾成功させようね。私たちがこうして二人でピアノを弾くのは初めてのことなんです。マキちゃんと連弾ができることをすごく嬉しく思っています。今日だけしかできない二人の音を作ろうと練習を重ねてきました。ぜひ聴いてください。すごい演奏だったわね。練習したとは聞いてたけど、二人ってこんなに息の合った演奏ができるのね。素晴らしい成長だわ、リリー。スクールアイドルのパフォーマンス以外にこんなスキルがあるなんて、ちょっと悔しいです。リコの繊細さとマキの力強さと、とってもドラマチックな音になるのね。リリー、すごい演奏ありがとう。今会いに行くから待ってて。あ、ヨシコちゃん待って、私も行くわ。私たちもマキとリコのところに向かいましょう。
表会の後にゆっくり誰かと話す時間ってなかなか取れないから悪くないわね。